授業を受けていたら教育実習の先生がロン毛で数学を教えていたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それって稲葉さんを意識してんじゃないの。池袋の楽屋に行ったら店員が接客措置の件で足組んでギター弾いていたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、野生の LC の PV に憧れてんじゃないの。散歩で外を歩いていたら雨上がりの水たまりを男が必死に蹴り上げてたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、願いの PV 再現してんじゃないの。久しぶりに旅行に行ったら宿泊先のお風呂場のシャワーがぬるくて息をいないんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、ホテルの名前はモテルなんじゃないの。愛用しているギターはいつも青いギターにピンクのギター、おまけに金色使っているんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、松本孝弘さんを愛してるんじゃないの。ギター。もしかして